関東や北日本では急な雨や雪に注意が必要ですねそうですね、えー、今日は上空に寒気が流れ込んできますので、はい、かなり不安定な空もになりそうです、はい、でまず現在のレーダーエコを見ていただきたいんですけれども関東付近にはかなり活発な雨雲がかかっています、はい、でこれは南の海上に解析されている低気圧は前線から離れているんですけれどもこれは午前9時の予想ですけれども、はい、実はこの北側に前線が隠れています。 どういう前線かと言いますと、春の空気と初春の空気を隔てる前線です。で、この前線の北側に入っているために関東地方では今日かなり気温が低いという状況になっているんですね。で、この後の降水予想ですけれども、まず現在降っている強い雨というのは。 この後9時頃には一旦止む予想です。ですけれども、午後、昼頃から午後にかけては、再び雨雲がたくさん発生してくる予想です。これはなぜかというと、上空に強い寒気が流れ込むためです。これ今日の正午の上空5500メートル付近の気温の予想ですけれども、マイナス30度以下の強い寒気が北日本に流れ込みます。関東地方でもこの影響を受けて、マイナス18度、 もしくは15度以下の寒気が流れ込んできますのでそして昼間は少し気温が上がるわけですよね、うん、そういった形で大気の状態が不安定になりますと、はい、こういった上空の寒気や隠れている前線そして気温の上昇が加わることで 大規模に雷雲が発生しやすくなりますこのような形を熱海雷と言いますけれども今日の夕方頃を中心に突然の雷雨に注意が必要です、はい、そして北日本では上空に強い寒気が流れ込みますのでにわか雨や場合によっては荒れや雷を伴って北海道地方などでは雪になる可能性はありますからそういったそ模様の変化の同時に降水層の変化にも注意をしていただきたいと思いますはい 最新の気象情報はお天気アプリウェザーニュースからもご確認いただけます。